NHK 朝ドラトラに翼第16週女やもめに花が咲く7月15日から19日放送のあらすじネタバレを紹介します。桂葉や滝が藁に送り出され、新潟地火災三条支部に赴任したトラコは、支部の職員たち、地元の弁護士杉田太郎らから大歓迎を受ける。困惑しながらも新しい職場に一日でも早く馴染もうと努力するトラコ。その一方、新潟で一緒に暮らすことにした娘ユー羊との距離は縮まらず、トラコは花江宛ての手紙に仕事も家事も完璧にこなすを書いた。そして花江からの返事が届く。そこにはトラコにしかできないことをと書かれていた。一方、三条支部では判事としての仕事が山積み、トラコは山の境界線をめぐる民事調停を担当することになり、申立人の森口、弁護士の杉田、書記官のタコセラと現地に出向くことにする。山の境界線をめぐる現地調停で書記官の高瀬と申立人の森口との間にトラブルが発生。そのトラブルにフォラコも巻き込まれてしまう。しかし高瀬は森口との言い合いの内容を決して明かさない。家に帰ったトラコは優羊がテストの点数をごまかそうとしている場面に出くわす。テストになると緊張すると話すユーミ。トラコは亡き夫ユーさんが試験前になると緊張してお腹を下していたことを思い出す。父親の話が聞きたいというユー今だが、トラコはユーゾーの話をすることができない。トラコは宝一の言葉から雄三の死を受け止めきれていなかったことに気づく。一方、どうしても人と関わることを諦められないトラコは、帰り道に出会った高瀬に声をかける。森口との間を自分が取り持つことで穏便に済ませようという杉田弁護士からの提案を断り、トラコは高瀬を書記官としてきちんと処分すると告げる。博士と向き合えたことをきっかけに、フォラコは娘ユー羊に亡き夫ユーさんの話をしようと決意して、週タイトルの女やもめに花が咲くの意味は、女がやもめになるとかえって身の世話が行き届き、男たちからももてはやされるという意味。16週ではフォラコがユーさんの死をやっと受け止めて、ユーさんのことをユー羊に話すことができるというストーリー展開になりそうです。となると、女やもめのトラコと光一の恋の花も咲き始めるかも。史実での結婚相手については別記事で紹介しましたが、光一はフォラコと書籍の編集作業をしていた時、なるほどと口癖のように言っていて、なんだか不思議な感じでしたよね。あのままではただの変な人なので、恋心を隠していたとか、何かしら回収というか、フォラコへの思いについての場面がありそうですが、果たして二人の関係はどうなる？